24万円カードゲーム。詐欺で引かれたところでしょうだ。それがカンボジアか。ねえそば、なんで2回言ったの？あ、編集点ってことね。なるほどでしょうだ。2回言ったのって言ったらダメでしょ。目指すはマリーナベイサンズに向かいます。でそこだけどね、ここじゃない、思いっきりここですけど。いいよ、見えてる、こっちだ。これはいいね。ビルの上に船が乗ってるやつな、うん、そしてプールになってるやつですね。パリピですね。麓まで行ったって聞いたけど、これなんで登らなかったの？入って遊ぶにしても絶対お高いですとだ、うん、ほら、あの旅の初めの方だったから、どんまい、この場合どんまいなのか。アバター変えるんだね、すごい。パディントンちゃんですのだ。帽子かぶれるよ、モチビちゃん。なあ、ほんとだ、帽子かぶれる。何そのカメラあるからお前ら来いみたいな感じ。顔半分しか映っとらん。え、なにこれ、すごい、日本放送すごいね、その、ベルが動いてる、カンカン言っとる。好きな人は絶対来るべきだね、これね。え、その好きなキャラに着替えてね。そして真ん中の子になりました。いや、僕も真ん中、なんで真ん中にしたんですけども、なんでそれにしたの、なんでそれにしたの。選べって言うからでしょ。選べって言うから。なんで同じ子選ぶの。しょうがないな、かぶりましたのな。じゃあ踊ろうね、ここで。じゃあの意味が全然わかりません。イエーイ。なんで前に出てくるの。と言われましても不可抗力でしたな。何その女性グループ発力みたいなやつ、何それ。ちょっと私の前に出てこないでよね。うわ、そんな裏側見たくないですのな。ね。マジカミさんのファン方はそんなことないから。ね、こんちゃんの口に入れるんだな。入れるんじゃない、自分たちがなるやつでしたな。食べられに行きますか。サンドイッチ行きますか。これね、口の中では歯は植物を噛むことで飲み込みやすくしたり。気持ち悪いな、怖いな。わー、真っ暗、どこだ。ここここ、わ、胃の中。人気だよ、パンダさん使ってる。面白いね、なんか。はいはい、こっち向いてもわかるんだから。ここあの前後がわかりませんぞ。なるほど。ピンクの運、エグジットって書いてある。ブルジョファイファーってあれじゃ、ドバイのね。ちょ、世界一高い超高層ビルであります。どうした急に。急に高層ですか。どうしたの。ドバイはな、世界一の加速度のジェットコースターに乗ってきましたのだ。すごい速かった。ズポンってなりますのだ。ズポンってなるの。あーもちゅめいら、ずっとこの目玉焼きパンに手振られとるんだけども。これは男の人。いや、説明が雑い。確かにそうだけども。おーちゃん、僕は自分が私の右側に来たいって言ってたから、こっち開けてたんだけど。あー、ほんとだ、開いてる。ごめんって。めっちゃこうやってここに、ここにって。はい、ここだ。うんうん、すごい元気だね。超有名格闘ゲームメーカーのアークシステムワークスさんでしたな。開いた開いた開いた。パンダさんも早く早く、この開けて開けて。何これ、こちら、ギルティギアシリーズの 3D モデルが展示されておりますな、うん、アークシステムワークスさんはギルティギアシリーズやブレイブルシリーズなど、いいので格闘ゲームがめちゃ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 有名なのですけども、もっとも、持ちハム。パンダさん若干呆れてませんか。呆れてませんか。いや、すごい。今までで一番テンションが高いからびっくりしちゃった。まだあるね。はい。どうぞ。ゲーム画面が再現できる、うん、ヒットエフェクトなどをつけて撮影することができます。何この熱の違い。ついてる、大丈夫、はい、攻撃して。めっちゃ大好きじゃん。あ、ちなみに僕はザッパ使ってました、うん、プレイヤブルキャラ希望、復活希望ですのだ。使いたいのにね。おっしゃー、ジャンプのこの通常のポーズはこれ片足上げてるからな。あー、形が上がらない、うん、よくわからないがテンションが上がっているようだ。これ何、格闘ゲームなの。格闘ゲームってそんな、もともとツリーの格闘ゲームだったんだけど。あ、ダメだ、この早くチリになる感じ。このままだとあの僕のテンションが収まりませんので、いつもの格好に戻りますのだ。そっち、あー、そうだそうだ、いつもの本当のいつもの方に戻っちゃった。待って待って、うん、さっきのとこかな、あのほらほら、あれ、あのね、名前覚えてませんのだ。そう、パームジュメイラーだ、あれ。で、綺麗じゃん、すごい。じゃあ最後に締めますか。はい、
ワールドビヨンドイブニングを。旅。今考えたね。日が終わりました。そう、今考えたね。うん、ありがとうございました。楽しかったね。じゃあまた次も一緒に行こうね。ね、行こう。よし、現実取ったぜ。ふむ。ふむ。普段はこの姿で配信していますのだ。チャンネル登録、ツイッターフォロー、よろしくお願いしますのだ。